アンリ・コアンダ国際空港は、ルーマニアの首都ブカレストにある国際空港である。2004年5月に、ルーマニア出身の技術者で、ジェットエンジンの基地と言われるアンリ・コアンダにちなんで、オトペニ空港から今の空港名に改名された、同国のフラッグキャリア、タロム航空のハブ空港である。2007年には、約500万人の利用者を数え、2008年には、 約600万人の利用者数を見込んでいる。現在は一つのターミナルビルに国際線出発ホール、国際線到着ホール、国内線ホールの3つの区域がある。国際線到着ホールは旧オトペニ空港のターミナルを利用しており、国際線出発ホールは1997年に新築された部分である。国際線到着ホール設計したチェザルラザレスク、オトペニ空港は 第二次世界大戦中にドイツ空軍の基地として建設された。その後、1965年までルーマニア人民共和国空軍の主要基地として使われ、ブカレストの空の玄関はアウレルブライク国際空港であった。しかし、航空需要の伸びに対応するため、1965年にオトペニ空軍基地を民間空港に転換することが決定された。 滑走路は1200メートルから3500メートルに延長した上で近代化され、当時ヨーロッパでも最長クラスの滑走路を有する空港となった。1969年8月にはアメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンの訪問に合わせて、貴品室が整備された。旅客ターミナルは、チェザル・ラザレス区の設計により、年間120万人の旅客が受け入れられるように、 新築され、1970年4月13日に開業した。1986年には、毎時35機の発着が可能になるよう拡張された。1992年には、国際空港評議会に加盟した。第一期拡張工事は1994年から1998年にかけて行われ、ボーディングブリッジ5つとゲート9つを備えた。 出発ターミナルとエアサイドコンコースが新設された。また、エプロンも拡張され、それに付随する誘導路も延長された。第2期拡張工事では、2000年に到着ホールの旧ターミナルビルの改装が行われたほか、2003年に国内線専用ターミナルと立体駐車場が建設され、2本の高速誘導路が新設された。 合わせて2005年から2007年にかけて、完成塔が全面改修され、その観光をもって、第2期拡張工事が完了した。第3期拡張工事は2009年に始まり、エアサイドコンコースが17000平方メートル拡張されて、ゲートが15箇所増設された。設計は、スタジオカペリアーキテターアスシャティが担当し、2011年3月29日に、 開業した。続いて出発ホールも、総床面積38,600平方メートルに拡張され、ゲート8カ所が新設された。2012年3月には、ビジネス機以外のすべての航空便が、アウレルブライク国際空港から移転した。ありがとうございます。